Well, I think it's a great chance for designers not only to gain media exposure, but also, well, we can meet, you know, potential business partners as well. I think it's good. Those are things that are kind of good to me. 当我知道有这么一个亚洲的设计师协会的时候，其实心里还蛮兴奋的，因为台湾这边也有相当多的设计师的协会，所以当我们这些设计师集合起来的时候，其实都为了能够跨出台湾做更多的设计交流而存在。所以当知道 ADP 这样子一个国际组织的时候，我觉得这正是一个机会，让我们的作品能够带到海外去，然后跟更多的国家做交流。Good morning, I'm very happy to be here at ADP and I'm looking forward to meeting many international designers and getting lots of influences to bring back to my small country, Ireland, which is on the edge of Europe. And I hope to make some new contacts and friends here. このアジアでまず良好な関係を作るためにデザイナーができることは何だろうということを考えて今回の作品はそういうものを提出しました。だからデザインマーケットの拡大、その前にね、いかに良好な関係を築くか、その良好な関係さえ築ければ自然とマーケットに拡大するから、で僕の役割は良好な関係を作るためにどんなことができるかということを考えているデザイナーです。アジアの方々と同じ、まあ、クリエイターの方たちと密接な関係が作れたらいいなと思います。はい、新しい、会社を立ち上げまして、それが、まあ、パッケージデザインとか、あとブランディングデザインとか、にフォーカスした会社なんですけども、まあ、それをこう始めるにあたって、ちょっとそのやっぱりアジアとかをある程度こう視野に入れて、やっていきたいというところにこのお話をいただいたので、ちょっと初めてのチャレンジなんですけれども、ファーストステップとしてやってみようというふうに考えて参加しました。面白いことはたくさんの人が集まれば何かできるんじゃないかなと思います。アジアの良いところ悪いところみんなで共通し合いながら未来の子どもたちに、 So I hope you like our space and hopefully you bring back good memories of today. Thank you very much. 伝統の技術を今の生活に結びつけるということに私たちは興味があって、そういう意味でもアジアの人たちと交流できるといいなと思ってますので、 You have chance to introduce yourselves to these country companies to make a cooperation with. So guys, good luck. やはりもうこんなにたくさんのメンバーがこちらにいまして、すごく感動しまして、